ちょっとね、リラックスしてトレーニング試合にしよう。あの、ピボサルのあの戦いはもう、鬼畜すぎ。よし。なんでもいいよ。やったーブラックヒロキだよ、みんな。コンピューターが選んでくれた。ブラックヒロキで戦ってくれと。やったね。俺の3番目に得意なキャラ。ブラックヒロキ。いやー強いよー、ブラックヒロキ。強い。あちょー。ちょっとかゆい。危ねえな、かける。なんだよ、さっきから君たちは。ちょもかちょこもかと。博士がさっきから首振り。いやどこ行った？ん？ えい、あれ？オッケー。これがあの壁隠れ打ち、壁であの射線を切って、でこちらから用意丼をかけて打つみたいな今のが壁隠れ打ち。壁に射線を切らして、でこちらからちょこっとだけ顔出して打つみたいなやり方ね。これが壁隠れ打ち。で、博士はなんか知らんけど、もう終わりだから。博士はもう、あの、寿命が尽きたんだろうね。あいつおじいちゃんだから。あのね、飛びトンボはまらすのやめてくれ。飛びトンボがハモるの。動いて敵当てるの難しすぎ。ここら辺に置いとけば当たるかな。難しい。なんて戦いだこれ。むずい。むずすぎる。なんて戦いが。本当にこれじゃあ小峠になってしまうよ。上からお邪魔します。
上から降ってくる。ヒロキ荒ぶりすぎ。ヒロキ荒ぶりすぎ問題。チャルの特殊攻撃早すぎ問題。チャルからやろうかな。一番近いし、こっから。チャルやって、博士やってかけれるか。と、ちょっと邪魔が近づいて、邪魔者が多いかな、多いな。あー、くそ。あれ、どこ行った？あれ？いない。え、どこ行った？あー、いた。ノーマルだな、当てにくいな。こういう風な立ち回りもあるよ。ガチャキャンして、ついて当てるみたいな。回転振り上げのガチャキャン、メカボ付き、当てる。っていうやり方もある。今何時だ？もう風呂に入らなければ。ごめんな、見どころのない試合しか取れてない。ヒロ、ちょっとね、リラックスしていきましょう。あの、さっきからガチになりすぎて全然喋ってない気がする。はい、メカボ強いね。メカボ付き、で、置いとくぜと。回転振り上げ、うまい。このファイヤーマジ邪魔なんだけど、いらない。今の当ててたら神だった。難しかった。最後は言わせないスタイルね。はい、終わり。ちょっと風呂入ったからだな。